インターネット掲示板2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきこと西村ひろゆきさん46が20日自身の X 旧 Twitter を更新。生活保護利用者が生存権を求めたデモ行進の報道に逆に生活保護者への非難を増やすと私見を述べ、活動家はアホなんと感想を綴った。添付したニュース記事では、今月1日に京都市で行われた生存権を求める京都デモに生活保護の利用者と支援者100人が参加。たまには旅行に行きたいぞ、たまにはおしゃれもしたいぞ、たまにはうなぎも食べたいぞと路上から訴えた。また参加者は政府の生活保護費削減に加え、芸能人家族の不正受給疑惑などに伴うバッシング報道の後遺症で生活保護が使いづらいものに貶められたと怒っているとも報じた。ひろゆきさんは、働いている人が最後にうなぎをいつ食べたかわからん、旅行に行く余裕もなく休日は寝てるのを知らずに主張するのは生活保護者への非難を増やすと私見を綴った。フォロワーはひろゆきさんの投稿に、生活保護はもらわないと生きていけない人に渡してください、アピールの仕方が間違っているような、そのデモしてる横でみんな働いている、こういう主張のデモは生活保護を受ける人たちにとっては邪魔でしかないですね、などの感想を寄せた。